今井社長がそれ同じネタ取った時に、はい、お金ないランキング1位に僕を選んでくれました。いやそんなわけないでしょ。今井社長が フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。次じゃエドモンドの話しよう。おいどうも。いいよ。エドモンドあんまり印象良くなかったですよね、多分。おお、はいはい、三原さんのやつ。そう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 、はい、怒られちゃうけど川村さんは爪癖があるから。あ、そうなんですね。だからあの前の社長も飛んじゃってんだよ、精神を崩されて。それで今度はその矛先が守備広にやってるから。あ、なるほど。守備広は草なんだっつって草詰めるやついるかっつって事故るっつってんじゃんって言ったら守備広にいろいろお願いしてるから値段が月50万とかになってんだって、発注額が。あ、全部がだから、はい、草っていう値段じゃないです。あ、なるほどですね。だけどそれ発注量が多いからでしょ。他社と見積もってみてよ、その発注量だったらきっともっと高いからって言ったら、いや全然他と比べても変わんないですそんなにって。お、じゃあここに切り替えればいいじゃないですかって言ったらもう一部切り替えてますっていう。お、じゃあ全部切り替えてくださいってっていうことで守備広チームに全部俺のせいにしていいから撤退な、大丈夫つってっていう感じのリアクションでした。ね、やっぱ振る話は面白いこと振ってきますね。聞きづらいこととかあれば何でも、はい、守備広でもあれですけどね、うん、こっちから促したりしないと、うん、ちゃんとやらないところ以外は、うん、納品物のクオリティはいいですよね。ちゃんとやらないとこだけなんですよね。レスの遅さとか納期守らなかったとするところがある分安いっていう、うん、ある程度なんかウェブのリテラシーがある人からしたらめっちゃ安くていいですけどね。かなりクオリティも悪くないし、はい、そうです。そうなんですよ、守備広の存在によって僕の周りの FC 本部なり会社さんは相当コストカットできてると思いますね。それは事故ったりとかいろいろあると思うけど YouTube 更新だって他社と何十万も違うもんね。そうですね。だから実は守備広のおかげで相当救われてる会社があって本当にね、いいんですよ実は。ただ本当に納期遅れたり事故ったり大学生だからそれはいいですか、草ですよって言って分かって発注してもらうのはめちゃくちゃいいんだけど、そうやって文句言うところは発注禁止にしようかなと思って。あれ良くないのがちょっと空気読めない人やっぱいるんですよ、X の中に。はいはいはい、そのいくら三原さんをネタにしてダメキャラみたいな感じで仕立て上げてるからって、うん、本当に言ったらダメなことはダメじゃないですか。はい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 、ガチでなんかクレームとかああいう場所で言ったらダメじゃないですか。分かる、名誉毀損なんで普通に、うんうん、っていうやっぱ空気読めない人が何人かおられるので、うん、そこはちょっと怖いですね。さすがロリンさんおっしゃる通りね、はい、あと僕は守備広の案件の8割が僕が取ってるんじゃないかぐらいのめちゃくちゃ紹介してるんですよ。で別に株主でも何でもないし善意で元秘書だっていうことで、でしかも周りも助かってるからね。だから僕は三原くんのことをネタにしてもいいと思ってるし、本当に三原くんの会社は内部崩壊してて請求書送り忘れてて、キャッシュフローとかもおかしいし、はい、これもあの全部本当なんですよ。で僕が言うのは自分で言うのもなんですけども、言う権利もあるしインフルエンサーですから、やや三原くんのフォロワーも増えるしいいかなって思うんですけど、ただのクライアントが言っちゃダメなんですよ。面白くもない、いかがでしょうかその点。いや本当そうですね、面白くもない間違いない面白かったまだいい。そうなんですよ、はい、そうですね。最近の僕 あの自信のあるツイートが、もともとね守備広はねどのくらいのクオリティの会社かっていうと、松茸梅で言うとその下の草ですよと。松茸梅で言ってねえじゃねえかっていうねこのねツッコミが好きなわけですよ。だけど内部のね請求書とか守りの業務が崩壊しすぎて草が今土に帰ろうとしてるんですよ結構お気に入りでみんなうぷぷって笑ってくれるし、これはいいですよ。三原くんもインプ増えるし、それでさらにお仕事増えてるらしいじゃん。守備広やばいよ崩壊しそうだよって言ってるけど役に立ってると思うんですけど、内部に入れてるれいかちゃんというスーパーお姉さんがいるんですけど、お仕事もできる、はい、本当にあのツイートでも書いたんですけど、守備広って半年以上前から全然会社の数字がね上がってこないし、ちゃんとキャッシュフローとか大丈夫なのかと。いやすぐ税理士さん出すって言って出すって言ってて出てこないのよ。だからこれピンチだなって、うちの守りの部門のエースを投入して3ヶ月前から入れて数字がそれでも出ない、全然前に進まないっていうことで、ああいう風にもうやばいやばいっていうことになっててで昨日レイカちゃんと、あともともとエイバーのずっと経理をやってる経理部長の吉田さんとかと、現状を守備広ってこういう状況なんだけどどうしたらいいかなっていう話で、やっぱこれは社長の器じゃないんじゃないかと、一旦従業員とかでやり直した方がいいんじゃないかみたいな風なことでね、前でしたけどね。三原くんいないところで話してるんで、ちょっと本人とも話さないといけない。三原くんがね、けど案件を取る能力とかすごいよね。そうですね、人間力高いですね、かなり。しかも安いし意外と納品物いいしね。あ、そうなんですよね。そうだから人気があるから、あとは経理回りさえしっかりできればいいんだけど、それができないんだな。得意不得意あるので、やっぱり、うん、案件を取ってきたり満足のいく作品物を作る方が難しいよね、一般的には。あ、そうですよ、一般的には。そこの能力ばっかりあったな、あいつはな。関係ないんですけど、おうおう、ちょっと興味ありそうなことを聞きます今から。配信者
じゃあ令和の虎お金持ちランキング発表してください。まあ僕ですね一番は。ああ違うか。今社長がそれ同じネタ取った時に、はい、お金ないランキング1位に僕を選んでくれました。いやそんなわけないでしょ。お金持ちっぽいのは安藤さん、青さん、株元さん、ドラゴン細い、桑田、うん、トモハッピーもねいるしね、その辺だよな。あと誰かいるかな。三浦会長とかじゃないですか。あ三浦会長もありそうだよね。谷本社長とか。あんま谷本さんもありそうだね。お金持ってないんじゃないの虎。誰かな。俺言いづらいから予想できる。予想すか。いやお金持ちとお金ないの、それぞれ何人か、お金持ちから言いますか。じゃあ、はい、お金持ちはドラゴン細い先生と、うん、絶対お金持ち、うん、トモハッピー、うん、谷本社長、おお、林社長絶対そうですけど。ほう、お金持ちってどれくらいがお金持ち。年間利益5億とかじゃないですか。おお、すごいね。基準が年間利益1億2億じゃお金持ちとしないわけ。1億2億ってみんなあるんじゃないですか。おお、ないない。そうなんですか。わかんないけど。さんどのくらいの会社なんだろうね。でも年収70億ですよね。あ、そうなの。それはすごいね。5億あるんじゃないですか。5億以上出てますか谷本さん。コメント待ってます。じゃあお金なさそう。お金なさそう。ハム社長。仲いいから言うんですけど。セナ社長。おお、男。え、そんぐらいじゃないですか。飲食系じゃないですか。島屋さんあると思うんですよ。ほう、やっぱ FC の加盟金額めっちゃ入ってると思うんで。ほうほう、はい、大体ね、僕もなんとなくあの人はこんくらいかなと思ったりもするんですけどね。わかんないっすからね、はい、といったところで30分ぐらい経ちました。、はい、早かったですね。まあ、適当に編集しておきますよ。はい、ありがとうございます。あいみつチャンネルあるじゃないですか。金藤さんっているじゃないですか。あの人がなんかボトム層がいなくなったのでなんとかみたいな言ってたんですよ。動画のクオリティ下がりますみたいな。一生なんかボトム層がいないのでテロップとかつけれないんですけどって言うんで、ボトム層のバリューテロップつけるだけなんかなと思って。テロップなくなる以外変わらんのかなみたいな。それ面白いね。はい、一回ちょっと見直してみてください。何回か言ってるんですよ、ね、多分テロップだけなんですよボトム層の価値は。いや我々めちゃくちゃ面白いけど見てない人は分からないね。ぜひ、はい、そうですね。あいみつチャンネルこちら。はい、なんか最後に告知したいことありますか。じゃあイングリッシュオサルの講座みんな入りましょう。僕のツイッターフォローしてください。え、イングリッシュオサルさんの講座っていくらなんですか。165万です。めっちゃためになるんですか。ためになります。大社長の言う推しの営業がめちゃめちゃ頂点ですね。はい、僕の真逆にある感じで勉強したいですね。もうお猿さんのスタイルはとにかく今取れる売り上げを最大化して、その後に死に物狂いで自分の身を削ってサポートを必死にやるっていうスタイルなんで、一旦売るときはもう本気で売るっていうスタイルなんで。なるほどね。はい、で前の C 社さんの動画でも話してますけど、す本当に尊敬してますお猿さん。尊敬されてるんですか。だってすごいじゃん。あんな言えないもん俺。もう毎日いかにお猿さんがすごいかってツイートしてるじゃん。そうですね。はい、というわけで、え、お猿さんのやつここに貼ってもなんかアフィリエイト報酬ないの俺たち。もらいますよ多分。じゃあ問い合わせフォームする。ロジンさんツイッターとお猿さんの、はい、え、まあ、ツイッターでお猿さんの、はい、じゃあ両方貼ってきますんで、はい、FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで